今猫さんいらっしゃい。なんかちょっと文字が 入りきってねえな。ちょっと待ってね。ちょっと待って。所長こんばんは、ワコツ。ああ、でも今猫さん以外は入ってるぞ。ほ？そして放送が非常にラグ。こんばんは。とりあえず8月3日に快適になれ、なればいいな。春雨さん、二連寺さん、夏日さん、こんにゃくさん、影武者さん、くるさんいらっしゃい。かけながら。1秒たりとも見ません。よし、行こう。もうどうせ寝るし。時間で、ね、見る時間なんかない。はい。おっと、そうだよ。そうそう。これ。投票？ちょっと待って。嘘でしょ？待って、アップデート。追加されて。うん。俺、ミルクティー派だから。オフで練習中。クレさんいらっしゃい、言ったか。おう、アルセブさんいらっしゃい。新しい武器。あ、俺買わなきゃ武器とか。シャープマーカーネオ。見えねえな、ちっちゃくて。ステージの人だ。フェスマッチ初めてだなぁ。ビーバスパーク。なんかちょっと知ってる。スケボー？スノボー？オフの日ここでキャンプしたら、それ関係ないのか。オフラインの話をしてんのかと思ってた。いらっしゃい。やらない。どのステージも一緒じゃん。なんか鼻赤くない？あれ？これお金すげえ持ってね、もしかして。あー、こんなに変わるの？音でかいな。オフラインステージです。うん。オフラインステージ？なんか、ちょっと俺、レモンティー派だからこの色なの、これ。頭が。わ、すげえな、なんか。街がちょっとおかしなことになってる。夜になってるね。プレイする時間で変わるとかあるのかな？やっぱりここ60フレームなってない。わこらすん。うん。ちょっと、俺、午後の紅茶って書いてあるんだけど、服に。ちょっと待って。ちょっと待てー。もうちょっと下がるか。一通りフェス満喫してきました。マジで？午後の紅茶ミルクティーかな、書いて T シャツ着てんじゃん。わこ、ついに白く塗れるようになる紙仕様に。おーっていうか、なんだこの灯籠。灯籠？灯籠じゃねえ。花火に連動？嘘。そっか、それもあんのか。今日なんか花火でなんかあれだね。ミーじゃねえや、ミーバースじゃなくて、なんか出てる？鳥助さんいるけど、あれ？あれ？あ、フレンドの人がいたりするのか、これ。はー、ミルクティー派だねとは、坊さんいらっしゃい。レモンティーは俺はリプトンの方だから。はー。所長の絵は？俺の絵描いてないよ。ミルクティーに入れました。おう。よし、やるか。とりあえずやってみるか。買い物行ってもいいけど、先に。武器の買い物ってどこなんだろう。は紅茶金電化式。紅茶金。紅茶金ってなんであんな昔からずっと変わらないんだろう。武器装備確認。じゃない。あれ、武器はどこだ。あ、おう、いいか。おうおう。ほどっとる。なんかメガネも。そうだね、じゃないよ。新シティ。新シティ。マキシさんいらっしゃい。なんかメットしてる。あ、誰もいない。新ステージは頭使う。へぇー。武器屋どこ？これ服でしょ？投票っていうか。参加してるよ。ジャッジ君のアドバイス、いらん。おうおう。ストレートないのか。ストレートないね。なんだよこれ。なんだよこれ。なんで猫なんだよ。話しかける。
ダウニー。勢力ジャワティストレート派。ジャワティ見ねえなー最近。あれ、あ、大丈夫か。生かしたギア持ってんのか。あ、なんなのこれ、ハンダゴテが置いてあるのか。なんか、なんかここの階がプルプルしてるけど。無糖だったっけ、ジャワティって。そう。昔あんなもん絶対金出して飲まねえよって思ったけどさ、あの頃ってコンビニでお茶を買う感覚がなかったよな。絶対なる。なる？何？誰？何の人なんだよこれ。なんかすげえ書いてる。なんかフェイスの時ってこう踊ってんだ。しかも服がみんな同じだな。あ、レモンティーの人ほとんどいないじゃん。レモンティーやっと見かけたわ。とかいるんだな、ちょっとな。ジャワティー激マズだと思ってたら大人になったらうまいうまい。そうなの、そうなの。あれ驚きだよな、意外とな。っていうか、アミーボ買ったけど使えねえんだな。なんか踊ってんじゃん、よく見たら。なんかあんまりレモンティーとか関係ねえけど。あれもう一人しかいないよ。ああ、渡るゆきすけのすけ渡るさん二人いる、まあいいわ。片、もう一人は？あ、こっちか。なんかちょっと違う？のすけです。のすけさんいる。はい、ありがとう。よろしく。渡るさんもいるからさ、こんがらがりそうだろ。結局俺何？これどうせ。武器って結局何なんだよ。わかりづれ、意外と。なんか歩き方変だろ。ちょっと一回やろうか。おー！これがカスタマイズすればいいの？プラスって何かと思った ?X かと思ってた。武器。持ってないじゃん。持ってないじゃん。あ、何？変える、あーにこれ。これの方が、待てよ。何が違うのかわかんねえ。表示、切り替え。イカダッシュ。人ダッシュ。ボム飛距離。インク回復。ドラクエ11はどのハードなんでしょうか？ね。あー、今ね、10が Wii U とか Wii だよね。Wii U じゃない。もうなんか頼み込んだんじゃん、岩田社長とのなんか、ないか、アイニックスは。シティの設定はタッチパネル、設置。ダイレクトに移動できますよ。てか武器屋なんてないよ、だって。ロビー、タコツボバレー、バトル道場、広場。あ、武器屋って書いてあった。でもわかんねえ、その身が。防御力アップ。イカの速度か。あの星マーク何？レア度。なんかこれさ、2000の0って書いてるけど、なんか変わるのこれ。もしかしてあの、もうこれマックスになっちゃったかな。でもこれが一番なんかあれアミーボアイテムだから、一番なんか信頼度が高い気がする。人ダッシュ俺結構つけてみたいな。いや、フェス中ダメなんだ。スペシャル減少量ダウン。ダウン？減少しなくなるのか。スペシャル減少量ダウン。あ、これも変えられないのか。変えられた。VR ベースはいいね。VR ベースベース ?VR ってなんだろう。VR ベースってイカ関係あるの？インク効率アップ。インク効率。スペシャル減少か。あ、武器俺1個しか持ってないわ。武器はちょっと行ってみようか。じゃあ、戻ろう。せめて、いきなり行くより。装備してると経験値がもらえて追加効果が。あーは、あれのことか、なんかルーレットみたいなやつ。ダギさんいらっしゃい。グーチョコランタンに釣られたか。いやーなんかさっき変な動画見けちゃってさ、とか、それと関係なかったんだけど、このタイトルを決めるときにちょっと、ググったら出てきちゃった動画が、すげえ懐かしくて。2009年、何年だろう、7年ぐらいの。ところにスキルみたいなのついていきますけど。あー、じゃああれが完璧についたらもうおしまいなんだ。てか、武器屋初めて来たぞ、これ。あ、ZR で使うメインウェポン。R のサブウェポン。あー。スペシャル。あ、スペシャルも武器なの、あれ。幼女さんいらっしゃい。ローラー装備。ついにローラー。いや、どうしようかね。俺まだ若葉シューターでもいいよ。Y で試し撃ちできる。家ボタンを押すと説明書が出る。スプラシューターを扱ってもいい？スプラシューター？
試し打ち重要。あーなるほどね。ちょっと長い説明が、説明は3行でお願いしたい。ああいうのは高いわけ？強いけど高いしとか、高いとか、ランクが高くなきゃダメとか。でもやっぱり、取り回しがむずいとか。長いよ、もういいよ、もういい、もういい、ごめん、もういい。そういうの後で調べるから。そういうのは、もういい、飛ばしたい。飛ばせない。買ってから公開するから。長い、説明書なんだからいらねえだろ、ここは。あ、なるほどね。あ、買うこと、そっか。あ、長いな。何完成した僕おじいちゃまも僕の長いな長い長さとか把握して使いたいですよね。てかね、ちょっと距離感がつかめないんだよねこのゲームね。どこまで飛ぶかが いまいちわかんない。手応えではわかんない。貞子さんいらっしゃい。プラチャージ、チャージャーワカメが撃てる安全な場所を確保したら壊れにくい位置にスプリンクラー、スプリンクラーちょっと欲しい。でも壊されんだよね。うん、わかる。直線的に飛ぶ銃もあるよ。おー、あー、スナイパー的なね。あー、これって武器にサブとかスペシャルがくっついてくるんだ。何このさ、右下のさ、カブトガニ。これはもみじシューター。一応は連射が早い。字ちっちゃくね？字ちっちゃくね？これなんか。なんでこんなことした？俺だったらこれでは5を出さないな。ランク7で解禁。見えてんじゃん、シルエットが。うわー、筆だ。あ、あ、ネスの光線銃。なんか、あー、ランク結構ある。クリーン試し打ちか。わこつです。わい試し打ち。 SKT さんいらっしゃい。はぁ、あー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 はぁはぁはぁ。なんだゼロっていうの。あら意外と落ちない。140違う、届かない。あそこのラインまでしか届かないわ。あ、届かない。ここか。あ、届かない。あれ当たれば。決定した時のバボーって音が好き。どれを決定。白いね。白いつがクリーム色みたいな。曲なった。連射は？あ、弱い、弱い。溜めなきゃ弱いんだ。若葉シューターが最初にして最高。あ、ミルクティーの色なのか。こんな色じゃないと思うけどな。やめるがプラス。だから髪の毛の色もこうなっちゃった。あれ光線銃あるじゃん。買うじゃねえよ、危ねえよ。あれ、あ、間違えちゃった。なんでなんでなんで戻った。ダメージ100で相手を倒せる。じゃあもう一発だ、距離が入れば。はい、こう打ったことことが遅い意外と。Y、 これかバボーバホー。あら、あれ若葉シューターっぽくね。距離がやっぱないけど。あ、若葉シューターがもうちょっとなんかまとまった感じだね。連射もそんなに変わらないし。まだ早いのかな。これ強くね。若葉より直線的で連射が早い。そうだね。ばらけない。でも威力が弱い。あ、そう。若葉より弱い。こんな感じか。ああ、でも若葉より強い感じがしてしまう。私も8月に参戦予定なのでオンラインでミルクを掛け合いましょう。おー、結構これから始める人いるな。いやー、意外とインク持つな。でもあ、インクたまんね。連射が早いならドプスは上なのかな。なんでこれ硬いのこんな。おお、 ESP ESP?でも威力が弱いらしい。そうでもないような。武器変更。
あ、え、こんなとこで変えられんの？若林ユーターどれ？若林ユーターがない。なんだよー。若林ユーターなかったら何でしょう？なんか頭光ってんの？これは決定が ?AD の？お、なんか強い。縦マークはスキルの数？うん。縦マークスキルの数。あ、スキルって最大で増える数も違うんだ。連射は遅いが一個一個は強い。手で連射しても変わんねえか。わからねえ、これ。何の基準なの？一発で50近く当たるね。よろしく、ああ、よろしく。フレンドの人はなんか、出るっぽい。が強いみたいですね。ネス銃の赤バージョン、赤バージョンなんかね、まだ先なんだよね、俺は。何発で敵を倒せるかの感覚も覚えておきたいですね。そうだな。これが、あれ。ああ、ばらけるね。さ、塗るときにちょっと楽なのか、ちょっと。スーパースコープは？スペースバズーカ、あれな。26.5。赤の光線銃はものすごい使いやすい。赤、ほんと？何が違う？ 26.25.4。なるほど。ただ、え？ 4 発でしょ？はは、一緒だ。4発。で、殺せる。どれ使ったっけ？あ、これか。これが、おお。おお、フルチャージで、これか。なかなか難しいな。これは？あれ？これもなんかかなり光線銃に近い。あ、一発も強い。あれ？茶色光線銃。あー、ちょっと、あー、どうだろう。茶色光線銃より距離がないのかな？それはこっちで調べればいいのか。本性能は変わらない。これどう言ったらさ、押し込む。あ、間違えちゃった。どうしたらこれ白いの治る、これ。スペシャルが違うってことかな。はー、ほんとだ、これ。これはハリケーンナッパーだけど。どこでこれ画面白いの切り替わるかわかんねえじゃんか、これ。この距離感では当たる。ローラー、一度試してみては？そうだな。この距離感は届かないさ。でもちょっともうちょいだもん。あれこれ強くね？ちょっと待って、じゃあ光線銃の、スペシャル溜まってないんだけど。あれ、待って、距離感。あー、やっぱ一緒ぐらいだね。あ、塗るときに増えんだっけ？ゲージって。ザッパーは案外やれるんですよね。ザッパー。これゲージってなんでもない。ゲージは、これどうすりゃ溜まんだよ、これ。ゲージ一瞬で溜まっててくんねえから、なんでこれやんなきゃダメ。どうやってだから、どうやってやんだよ。どうやってリセットすんだよ。なんか簡単にリセットできないとダメだろ、これ。カメラオプションあった！画面かー！あとこれさ、右上のゲージってどうやったら溜まるんだよ。塗れば溜まるの？どうやら、これ毎回溜まっといてくんねえかな。同じコテハンの人いた。あ、そう。コテハン？あ、そう。違う大佐さんなの。塗らないと溜まらない。溜まった。これは溜まっててくんないとダメじゃね？何これ？あー、敵の位置分かるやつか。はー、なるほど。全然違うね。構成、これは結構役立つのかな？なんか、俺、そんなに役立ってる気しないんだよな。位置が分かるの大事だけど。右リセットできるよ。うん。あの、画面の右上に書いてあった。ちょっと待てよ。違う。武器変更。わかるとかなり違う。スプラッシューターコラボ。ちょっとブレるか、多めに。塗りが若干狭いかな？左右が。位置わかるとかなり違う、ほんと？ウィークンダステージだと良さそうですね。そっか。あ、これすげえ届くなぁ。壁塗れちゃってんじゃん。ああ。
終わった。で、ついに、ついに、おー。あ、え、あ、絶対これなっちゃうんだ、最初。ドバーって。ダメージでも140なんだ。まあ一発だけど。で、これは強えわ。あー、そっか。言ったら破片一発がそんな強くない。スーパーショットは破片も強い。なんかジャンプしながら撃つ人いるけど、あれこれ距離伸びんのか。のしいか。のしいか。潜伏してる敵に怯えないでいいのは大きいです。はあ。上の方。あ、当たるわ。あー、まあ当たる距離が増えんのかな。ショットガン的なやつなのか。あー、届く。同時押しするとめっちゃ届くわ。ジャンプとアタック同時押し、めっちゃ届くし。何これ。あー、 ZR を狙で狙って、どれが Z なんだろう。これか。これ濡れるの。これ地面も濡れてるの。ジャンプ使いこなせる人は強いイメージ。これ同時押しすると非常に届くな。まあこれサポートにもなるよな。バラバラやっとけばどれか当たるってのもあるし。あー、これ面白いかも。あれ、これ何、これ、この強いやつは一体何を表してんだ。ゲーム中出てくる。こんなオフラインの話なのか。何のこと言うの。近い。おまけ。おまけか。100以上の敵以上のあれか。ただしチャージが遅い。チャージが遅い。そんなんあんのか。これか。こんだけ動いてても。あー、そんなことまであんのか。俺、それはなんか能力の差なのかと思ってた。スキル的な。あ、そう。ローラーで相手を引くことができるのは低ランクだけなので、バシャバシャ重要。あ、そう。あー、なかなかたまんないね。すげえ届く。本バシャバシャでやられます。あ、これね。あ、これじゃねえ。あー、降っちゃった。あ、これ濡れるはしないんだね。ローラーでチャージ早かったら恐ろしいよ。そんなに、じゃあローラーはひいきされてるというか、そこまでされない、しないと、きついんだね。相手的に。これはなんだ？若葉シューターよりもブレがあんのか。あ、弱っ。一撃弱いけど、広いのね、範囲がね。ウージー的なというか。手をぶん回す感じだ。リセットが早いな、回復と思ったけど、これはこれか。これがスプラシューター。さっきあったよね。あれ、なんか結構届く。関係ねえか。なんだこれ、この必殺技。なんか水風船3つみたいな。溜まってない。おお。もみじシューターはド M 専用です。もみじシュータースプラシューターじゃなくてもみじシューター。前ローラーは気づいたらバシャられてます。もみじは塗り色で塗ってスペシャル連打で味方サポート的な。あー、あ、ボム R。 あ、ボムがめっちゃ連射できるってことか。で、あんま強くねえなあ。でもいいのか。終わっちゃった。意外と短い。そして放送時間もちょっと、もうあんま5分か。これは別に回転率いいなぁ。連射も早いし。なんか意外と、これと若葉シューターがあまり変わらん。でも数値。これは連射力ないけど、攻撃と射程が真ん中辺まで来てるから、若葉シューターよりはちょっとバランスだね。こっちは連射が早くて、連射が早くて、で、攻撃と射程が弱い。バリアか。これ以上はダメだ。もみじの人に高いところからボム。ちょっと一回やめよう。ボムおじさん怖い。ボムおじさん。ポイズンボム。ポイズンボムなのあれ。あら？まだ買えないじゃん、これ。あれ？あ、持ってないだけね。ランク、おい、ちょっと待って、違う。回転って何？回転って。あ、お前かーい。ボムは当たるときついね。な、当たると何？当たるときついとかあんの？ええー、まぁ、あ、ちょっとローラーは買ってもいいね。ローラーは買ってもいいと思う。お金めっちゃあるんだけど。
あと、これ、これも好き。急に。動き遅くなる。あー、まあ足元塗られるってのもあるもんね。え、それ以外に毒っていうのがあるの？ポイズンって。買う。装備しようか。若葉のバリアは相手にするとカウンター食らって絶望します。うん、しかも、ねえ。スプラシューターコラボはバランス取れた用武器。ね、これすごく持っててもいいと思う。しかも俺、なんだろうこれ、9番ってそういうことか。何かと思ってた。とりあえず持ってていいだろう。装備はいいわ。ガンダ、ごめん。あと先はもうちょいやってからだな。いやー、ちょっとローラー初体験してみよっかな。あと2分しかねえからちょっと待って。服とか買いたいな。なんかこんなんあった、さっきあったか、あれ。キューバンボムをキューバ製のボムと思ってた頃もありました。いつの話してんの？いつの、ちょっと待って。なんかここで見るとすごいズームされる。あと2分もあるから買い物するか。ついでに服装は？服装ちょっと変えたい。おっとおっと。ここは武器屋と服屋と靴屋か。いや待て、頭屋だ。あ、メガネあんじゃねえかよ。なにこれ、復活時間短縮か。しかも、ハテナ、あ、縦のマークじゃなくて、ハテナのマークか。これが、ハテナが、そういや、有料ダウンロードコンテンツ出しません、宣言しました、ね。マジで？これはいいね。それはいいね。もうそこまで宣言するんだったら、いいわ。安心して買えるね。カムバック。人移動。あー、メガネかけてー。マジ2000かっけーっす。お店はルアで渡り歩けます。うん、あー、LR。あー、そっか、中一回入って、これでもいけるか。カットの方で。恨み。攻撃力アップ。まあ、今変えらんねえんだけど、服は。ストレーダー、イカダシ。これか。うわ、早っ。午後の紅茶だしな、今日は。いや、明日放送できないかもしれないから、今日やっちゃいたかったんだよね。せっかくなんか、初めてのフェス参加できるからさ。ボム飛距離アップいいね。そっか、このサブが3つあるとか、2つとかあるのはいいやつなんだね。そろそろ俺でもあれだわ。アミーボ全部やりたいわ。アミーボミッションちょっと一人でやろっかな、放送じゃなくて。試着が可愛い。あ、試着できんのか、おい。もういいや。この服装でいい。次枠で、ちょっとオンライン突入します。お疲れ様でした。放送ガクガクになると思うけど、うちの回線の問題なんで。申し訳ない。スーパーミルクちゃんがおかしい。